シェイク・ティディアン・ディアバテは、マリ共和国、バマコ出身のサッカー選手。アルガラファ所属。ポジションは FW。ボルドー・マリのサッカー界の英雄サリフ・ケータが創設し、マーマド・ディアッラやセール・ケータ等を輩出してきた、セントル・サリフ・ケータでキャリアを始め、2006年夏、18歳の時に FC ジロンダン・ボルドーの下部組織に入団。 2007年に B チームが所属する4部で35試合18得点と活躍したことで2008から09シーズンにトップチームへ引き上げられ2008年5月にアブドゥトラオレ、フロイド相手、ビルフリードモワンベットともに初プロ契約を結んだしかしチームには経験豊富な FW が多数在籍していたことからローラン・ブラン監督は経験を積ませるため 7月4日にリーグドゥのエシー・アジャクシオへ貸し出した。ローンでの活動開幕戦の LB ・シャトール戦で敗れはしたものの、デビュー戦で90分フル出場を果たした。2試合目のスタッド・ランス戦で2得点を決め、自身の力を証明すると、それから3週間後のバンヌ・オクル戦でも再び2得点を上げた。以降の3週間に行われたスタッド・ブレスト29戦。 クレルモンフット戦、ニームオリンピック戦で、それぞれ一得点を決め、EA ガンガン戦、RC ランス戦、アンジェース CO 戦、US ブローニュ戦では、決勝点を挙げる活躍を見せた。また、SC バスティアとのコルシカダービーで、ホームとアウェーともに得点を決めた。このシーズンのチームは、高確権から、勝ち点差わずか1と苦しんだものの、 ディアバテは得点ランクトップから4点差の14得点を上げ、残留に一役買った。アジャクシオでの活躍から、所有元のボルドーと2013年6月まで契約延長を勝ち取り、7月1日にボルドーに復帰するも、7月20日に今度はリーグンの AS ナンシーに貸し出された。しかし、ナンシーでは、練習に参加する前に負傷したことで合流が遅れ。 しばらくは4部に所属する B チームでプレーし5得点を記録。2009年11月7日の AS サンテティエンヌ戦でついにデビューを果たすも最終的にリーグ戦ではわずか2試合にとどまった。ボルドー復帰2010から11シーズンにボルドーに復帰してからは出場機会を増やし2011年3月6日の スタッドブレスト29戦で92分にリーグワンで初得点を挙げ、クープ・ドフランスで2試合に得点を記録。6月1日に契約を2015年6月まで延長した。翌シーズンは前半戦でスタメン10試合に出場し、アフリカネーションズカップ2012出場のため一時チームを離脱した。フランスに戻ってきてからはヨアン・グフライの負傷もあり、 第29節パルクでプランスでのパリ・サンジェルマン FC 戦でスタメン復帰し、ニコラ・モーリス・ブレーのアシストから得点を決めた。その後は、グフラン、モーリス・ブレー、ジュシエの控えとして、途中出場が主だったものの UEFA ヨーロッパリーグ2012から13、出場権がかかった最終節のサンティティエンヌ戦で、モーリス・ブレーとジュシエが、 出場を停止と負傷のためすために出場をすると、2得点を上げ、さらにグフランナを得点をアシストするなど、全得点に絡む活躍を見せ、チームをリーグ5位に押し上げるとともに、ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2013から14シーズンは、膝の故障を抱えながらの出場となったが、最終的に25試合に出場し12ゴールを記録した。2005年に、 U-17 代表として、アフリカ U-17 選手権に出場し、グループリーグ全3試合で得点を挙げたものの、決勝トーナメント進出は失敗した。その大会から1ヶ月も経たないうちに、6月5日の 2006FIFA ワールドカップ、アフリカ予選のリベリア代表戦で85分に、ドラマヌクリバリーと交代でピッチに入り、A 代表デビューを果たした。 また、2012年には、アフリカネーションズカップ2012に出場し、ガーナとの3位決定戦の2得点を含め合計3得点を上げ、得点王の一人として大会を終えた。194センチメートルと大柄なため、スピードはそれほどないものの足元のテクニックに非常に長けている。ゴール前でボールを受けて、ダメを作り、味方へアシストを供給することも多い。 長い足を生かしたゴールが得意であり、頭の高さほどのボールでも足でゴールを決めるなど、身体能力の高さがうかがえる。ありがとうございます。